どうもかげやんです今日はですね過去からスイッチを切るということについてお話ししたいと思います、えー、過去からスイッチを切るというのは、えー、過去にこう縛られてですね、えー、その時を思い出してですね、えー、その時の感情がこう浮かび上がってくるというか自分の中で出てきてですね えー、ちょっとしんどい気持ちになるとかね、えー、そういうことは、えー、なるべくこうやめにするだから過去からスイッチを切ってですね、えー、そこに感情を動かされない状態をこう作り出すことを、えー、していった方がいいように、えー、いいんじゃないかなというふうに考えております。でこれはね過去のねいいことであっても悪いことであってもですねそこにこう、えー、引っ張られることをしない方がいいなと。 いう,ふうに考えておりますでえー、悪いことであればですね、えー、もちろんこう過去に縛られる必要はないというか縛られたくないという気持ちはわかると思うんですけども過去の栄光みたいなもんもこう結構ね、えー、それを引きずってる人も結構いるんでですねそこにこう引,きずり引きずられてはいけないというふうに考えます。だからあの例えば高校時代にねこう まあ、甲子園に出たとかですね、えーまあ、野球でいうとエースでキャプテンやったとか、えー、そういうことに縛られてですね、えー、今の現状が全然ねその満足いくものでないのに。 ですね、その現状に甘んじながら努力もせずにです、ね、過去自分はこうやったというふうに思ってです、ね、自分を満足させる状態にこう無理やり持っていくっていうのは良、ね、くないなといいとうに考えますだからまあ自慢話とかねこういうのっていうのは結構見苦しく感じるんでですね今こうね自分のねこうやるべきことがやるべきっていうかそのやりたいことであったりとかそういうこう 何かかに向っってねこうやってやいる場合はですねそのはっきり言って自慢話なんかこうしてる時間というかそんなことをこうしたいとも思わないと思いますよ。一時的にちょっとその気分良くなることがあるかもしれないですけどもそんなことをこうやってることの意味がないそれを他人に聞かすこともそのなんか申し訳ないぐらいに感じますしね。その今のこう勝負時ずっとこうやっととやてることをこう 分かち合うんであればいいですけども過去どうやったなんやかんやってねこう,言,う言ったりとかするのは結局過去だけに縛られて自分の過去の栄光に縛られてるだけで今を見てない状態になるんで、えー、もちろん過去何かがあって今頑張ったある人は全然問題ないでしょうけどもその過去に縛られてそこばっかりに自分をこう持っていくっていうのは良くないなというふうに考えますね。うん 悪いこと悪いことっていうか自分の過去でつ、えー、辛かったことをこう思い出してですねその辛い感情がこう浮かんでく浮かび上がってくるっていう例えばこう、えー、そのことを思い出してこう怒りがこうみ上げてくるとかね、えー、そういうこともこうあるかもしれないんですけども、えー、なるべくねそういう過去にこう縛られないようにこうした方があのよりこう 人生を進ませやすいんじゃないかなという,ふうに考えまら、えー、過去のその感情ですね過去からの,そのスイッチを切るっていうことですねその感情が出ない状態にするっていうかほとんどまあ一瞬出たとしてもすぐに戻るかもうほとんどそれに対してこう、えー、動じない状態をこう作り出す方がいいかなとでそのためにはこう、えー、どうしたらいいかというとですね えー、自分を高めること,ることですね成長させること自分をこう高みに持っていくこう活動をしていってですね、えー、その過去がですね、えー、全くそのことに縛られない、えー、そういうことがあったなあということだけで終わる状態ですね。 そこにほとんど感情は生まれない状態、えそういうものを作り出していければいいんじゃないかなと。でなぜその自分を高めたり成長させることがですね、あのー、その過去に縛られない状態を作り出すことができるかというとですね、例えば、そう小学校の時こう野球をしてて、野球をしていてその自分のボール、自分が買ってもらったボールでこう野球をしていてその誰かがホームランとか打ってボールがなくなったとしますよね。 亡くなったらそれはこう自分にとってはこう嫌なことですよねその嫌なことというかその問題ですよその小学校の、えー、自分にとってはそのボールがなくなるということは大きな問題になります、ね、大きな問題になるんですけども、えー、それがですね、えー、結局見つからないとで見つからないまま、えー、仕方ないんで、えー、それはそのままの状態にしておくでもですねそれがね えー、自分が二十歳になったり30歳になったりした時にその、えー、ボールがなくななくったといいう問題は解決してないですよねその問題は解決してないけどもその問題は問題にはなってないですよねその30の自分にとってはそれボールがなくなったことというのは全く問題じゃないですよねほなその時にその,、えー、その小学校の時には嫌な思い出としてこうまあ そこまで嫌な思い出じゃないかもしれないです。これは、こう、どううんですか、ソフトに言ってます。ほんで、えー、そういう、こう、ボールがなくなった状態を思い出してもですね、あそういうことがあったなということだけですよね。それはなぜそう思うかというと、自分がもう30歳になって、こう、自分が成長してるからですよね。こう、大人になってるから、そのボールがなくなったことが何の問題にもならないということです。それとですね、 その問題自体は解決してないということですね。だから問題というのは絶対に解決しないといけないというわけではないということです。えー、とどういうふうにしたらいいかと,いうとそのある問題があったらその問題が問題とならないぐらい自分が大きな人間になるとですねその問題が問題として扱わずに済むということになるんですね。だから自分を高めていくと。 いうことです。だ過去に何かこう嫌なこう思い出があったとしますね例えばこうボケて野球やってたんでその野球でこうエラーをしたとこう大事な場面でエラーをしたということでその、えー、エラーをしたことがずーっとこうトラウマになってこう残っていって。 だとしてもですね。自分が成長し、大きな人間になった時にはそれはただの笑い話としてこう、えー、話せる状態にこう持っていける状態になりますよね。自分が今もそれが問題にならない状態の人間になっていればですね、えー、全く問題ないんですね。 そのためにこう自分を高める活動はずっとしていかないといけないんですけどもそれをこうずっと言われたらずっと嫌やなと思ってるということは自分がこうまだそ,こそれを問題としてしまうぐらいの人間の状態やと自分が今の状況がまだそこまでの状態やということなんでそれはまあまあそういう感情を思いあの起こさないようにしたいんですけどもそのためにはこう大きくしていくと。大きくしていったらそれは問題 なくなってでこういうことはこうその成長していけばそうなるということになります。ということで今日は過去からスイッチを切るということについてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃでいきましょうどうもありがとうございます